現代は変のは全てやと思ってるんですけど、仏教はそう思ってない。脳は肉体です。肉体の部品には決まってる仕事がある。それだけ。足には足の仕事があって、胃袋には胃袋の仕事がある。それぞれ仕事すればよろしいんです。で、心っていうのはそうじゃなくて、命全体的に管理する、命令する、行う作業は別数である。それは心という。で、私が分かりやすく言うのは、やっぱり脳がなくても結構立派に生命体がいるでしょ。神経細胞一個もない生命はたくさんいるでしょ。ちゃんと生きてます。物事を判断してて、食べるべきものを食べて、食べてはいけないものを食べないで、ちゃんと生きてます。だから単細胞の生命を見ますね、まあ、しっかり生きてます。単細胞生命の種類もたくさんでしょ。でも脳細胞一個もないんですね。単細胞の内部一個しかないんですよ。ということで分かりやすいでしょ。単細胞の微生物が生きてるんです。ちゃんと生きるという仕事は起きてるんです。だから60兆の細胞の塊でやってもただ生きてるんです。60兆あるんだから、あらゆる臓器が出来上がっちゃって、臓器が別々の仕事をしてるだけで、単細胞には排泄器官もいらないでしょ。我々の排泄するシステムも必要です。栄養消化するシステムも必要です。栄養運ぶシステムも必要です。まとめて管理するの神経システムも必要です。だから、まあ、細胞が増えただけで命としては一個の命なんです。で、それをお釈迦様は、まあ、心っていうことにして、これが開発しなくちゃいけないんだと。で、それでお釈迦様の方を実行してみると、脳が大脳はちゃんと開発するんです。原子脳は今、原子脳いわゆる動物脳で生きています。我々は動物脳でいわゆる原子脳に支配されています。原子脳っていうのは生きてきたい、それだけ。それから恐怖感、それから無知、判断能力は何もない。生きていきたいと思われるものなら何でもやっちゃう。で、生きることには危険だなと思うものにはもう攻撃するか怯えて逃げるかっていう反応しかしない。そこはいくらか大脳は管理する。大脳には物事を見える、聞こえる、判断できる、言語もある、思考能力もある。しかし大脳が原子脳の指導で命令で動いています。だから私たちは全然脳の開発できます。脳を開発しなさいと原子脳は決して命令しません。生きるために必要なものを探し求めるという命令です。だから必死になって、土下になって、生きるために必要なものを探し求める。死ぬのは嫌だと原子脳は命令する。大脳が世の中見てみると死ぬんですね、みんな。これは原子脳に理解できない。だからごまかさなくちゃいけないんですよ、原子脳。だって支配者だから。だから我々は頭で、上辺で、私も死ぬのを知ってますけど、気持ちでは否定してる。そこで大脳が、ではごまかし、インチキ野郎ではない。独裁者をちょっと機嫌取ってやろうと思って、いろんな幻覚を作るんですね。肉体が死んでも永遠に生きられます。これは真面目に死んでちゃうと、あの獣の脳が落ちそうです。だから大脳は我々いっぱい幻覚を作るために使っている。幻覚なければもう怖くてたまらんということになる。そういうわけで、まあ、いろんな宗教が現れてくる。迷信が片っ端から現れてくる。自分自身を騙すためなんです。あの獣の脳を落ち着いてもらうためなんです。それで生きることで我々はの脳がものすごくこの衝突所というかね、まあそういうぶつかりが感じているんですよ。スーッとやりたくはないんだけどやらなくちゃいけないとかね、自信がないんだけどやらなくちゃいけないんだと、いつでもストレス感じるんです。なんでストレス感じるかというと、支配者が何も知らない無知の象徴である獣の脳なんです。この獣の脳が大脳を支配していて、大脳がアホバカじゃないんです。大脳にはこの情報配を互換ついているんです。それから思考能力もあるんです。それからデータ記録することもできるんですね。これ合わないんですね。気持ちと現実が合わないことはごまかさなくちゃ。国にしたっても独裁者が現れると国民は独裁者を危険とのためにあらゆるごまかしやっている。だから私たちは個人個人でもそのような生き方しているんですよ。獣の脳に支配されちゃって、独裁者に。
苦労して生きてる。それ一番分かりやすいところは、まとめな人間で生きてみましょうって言ったとたん、中からなんか、いやいや、これはっていう気持ちが出てる。で、子供は勉強しましょうって言ったら、勉強するべきだと頭で分かってますけど、気持ちは違うんですね。やりたくない。我々大人も正直で生きるべきでしょ。嘘ついていけないでしょ。まあ、よく知ってること。人を騙してはいけないでしょ。まあ、よく知ってること。要は実行していますかね。それは問題だ。我々大人も同じこっちなんですよ。正しい生き方知ってはいるんだけど、まあ、脅さない限りは実行しません。だから世の中で嘘をつかないために脅しが必要なんですよ。法律的に厳しい罰がありますよ。収入はちょっとでもごまかしちゃうと厳しいんですよ。税務署は裁判で嘘を言ってばらちゃうと厳しいんです、ね、そういうふうにこの法律で脅されているんだから、バレないところはやりますけど、バレそうな人はやっぱり本当のことを言うよ。だから我々は道徳的なまとめな人間では生きてますけど、あれは脅しがあった上なんです。脅しがなくなったらすぐ獣に戻る。